皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサさんだぜ。本日はギリシャ、ペリクレスおじさんの方で遊んでいこうと思うよ。ってことでまずは能力を軽く解説だね。なお個人的にはギリシャはゴルゴーの方が好きである。指導者としての効果は宗主国になっている都市国家一つにつき文化が 5% 伸びる。すなわち、例えば6つ宗主国になってたら 30% となるため、文化を伸ばすためにはできるだけ多くの属国が欲しいところ。その後押しとして劇場の中身第1段階の、円形闘技場が立つたびに代表団を1個もらえる。文化中心であると同時に、都市国家の競り合いに強いのが、ペリクレスギリシャの特徴と言える。ただ競り負けたら使えないクソジジイなんだぜ。マリサさん老体に辛辣である。その他はゴルゴーギリシャと同じで、古代帝国が終わったらワイルド政策が増える。これは普通に枠が1枚増える分、内政も突発的な戦争補助も、もちろん外交も、いろいろと役立つ場面があり無難に言いないようだ。また重装歩兵は太鼓の槍兵ユニットである。昔は戦士が待機兵に対して優位じゃなかったのでよくボコられたね。最後のアクロポリスは専用の劇場区域で、都心また区域の隣接一つごとにプライチ効果があるものの給料にしか立たない弱点あり、基本的には周辺タイルに給料がある場所に都市出しをしていく必要ありだが、それさえ決まれば文化はススッと上がっていくんだぜ。周辺6タイル平地って、反乱源でもない限り珍しいけどね。といったところでゲームに戻っていくよ。なお今回の難易度は神、マップは火山や反乱源など、ぶっ飛ぶ要素が多い内容となっている。何より、敵の文明はトラちゃんローマ、ペルシャ、カナダ、家康など、ほっといても基本文化が伸びやすいか、劇場やその偉人に恩恵がある文明ばかりにした。しかも文化勝利しかできない設定にしてあるから、隊長、敵の文化が400とかになっても頑張って勝ってねハート。圧がすごいっぴマリサさん。なお、文化勝利しかできないと言っても戦闘を仕掛けられないわけじゃない。最低限の戦闘ユニットは儚いとくたばってしまうのでまずは周辺を見ていこう。資源はかなり豊富だが、改善の種類として畜産系、次に灌漑が多そうだ。人にはやや使える羊が多いため、最初の技術は畜産を選択。なお、宗教文明とか、一刻も早く青銅器に行きたいとかは除いて、小ハブから入る文明は最初畜産から入ることも多い。というのも今回は資源が豊富だけど、何も資源がなかった場合、つまり土地が平たくヘボで何にもない場合は、馬が早々に湧いてくれた方がタイル産出的にも、2箇所目以降の都市の参考にもなりやすいからだ。スタートが大陸の裂け目に湧いたから、将来的な高級資源の複数確保ができそうな点もグッドだな。31と13タイルしかないのはやや珍しいけども、影響を受けるのは最初の1ターンくらい。石膏が1体少ないがその分開拓者が1ターン早く出そうなんだぜ。右下には32バナナと、おそらく川もありそうだが、アピールから察するに氾濫源がありそうな予感がするぜ。さらに左上にも氾濫源と、さすが火山と氾濫源だらけのマップと、正直パンテオンは足が一番強そうではあるものの、それはエジプトとかまた別の機会でぶっ飛び動画作るとして、今回は文化を急ぎたいという事情もあるので装填が残ってるなら取りたい。パンテオンの装填は牧場、つまり羊や馬、家畜に追加で文化値を足す効果だぜ。周辺タイルは人だけでも羊が2個、馬1個と改善には持ってこいだしな。なお急ぎたい理由としては神難易度ってのは敵が開拓者4体から始まる。太鼓の戦争も理不尽だが、圧倒的な内政のスタートダッシュをするため、ペリクレスの劇場からの居術化獲得が間に合わない可能性も高い。要するに隊長は早々に文化を上げて、アクロポリス建てたいわけだろ？でそれとは別にすげえな、なんだこの反乱源の広さは？ギリシャにとっては平地だらけだから逆効果である。せめて農場的な恩恵がある韓国とかでやりたかったまであるぞ。都市の左下に今後を発見した。今後は偉人関係の獲得などに恩恵があるため今回ぶち込んだけども、ちょうど首都の左下には山岳があるため、よほどヘマしない限り最前線はともかく首都が起きることはないだろう。自然遺産なども見つけて黄金点稼ぎも順調だな。足りなかった石膏を小屋からドローできた点も良かったと言える。二都市目は左下に32バナナ、右上にタイル目には14の鹿という、タイルとして食料もギアも強力そうな都市が使えそうであった。なお研究はもしも黄金点が足りなかった時も考えて、重装歩兵を解放する青銅器を優先しておいた。ないとは思うが、早々に敵が攻めてくるかもしれないしな。と言っても、今回は相手がローマ、ペルシャ、家康と近接固有ユニット持ちが多く、重装歩兵はかなり相性が悪いので、それで防衛するってことは多分なさそうだぜ。本来この時代で攻めるとなると騎乗兵が一般的だ。それに対して槍の固有ユニットがあるギリシャはきちんと3体くらい出せれば、都市が起きる可能性はぐっと減ることになる。首都、第二都市でも文化力を上げるモニュメントの建設を行いつつ、どうしても鹿タイルを買うより急ぎたかった労働者を購入。旨味は少ないけども、左上の蜂蜜はキャンプで高級資源、人口の伸び方によるけども、大体3都市建ててしばらくすればもう、快適性がぼちぼち足りなくなってくるので、高級資源の上に直接都市を出すとかしないのであれば、改善を考えておかないと快適性でやや遅れを取る展開になる。まあちょうど左側であとは羊、馬と改善すれば3回使い切るから、ちょうどいいといえばちょうどいいな。なお第3都市は人の下、3人になった小麦を生かしていくぞ。
その後は、首都ではさらに羊改善のため労働者2体目、交易は2年目で出していくぜ。ただちょっと2年目は食料が少し不安な状態だな。バナナ以外は食料がヘボいタイルが多いからねー。できればモニョは建設済みなので、お金をかけず自然に伸びてほしいけども、とりあえずはすでに人口4になってるので、最後の羊を改善していくよ。さてやや出遅れたけども開拓者を首都と第2都市で生産開始。また本来ワイルドはこの時代ないけどもギリシャは古代帝国でワイルド解放なので、ギアの増強と開拓者の生産アップ混合太鼓からはめることができる。ちょっとだけだが開拓者の出方文明より早い傾向ってわけだな。別に開拓じゃなくても、労働や独裁レガシーなんかも、ギリシャだったら入れやすそうだから内政は太鼓からじりじり伸ばしていけそうだぜ。で、残っていたため予定通りパンテオンは争点を取得していき、文化力を加速させていく。あまり自分もわかってないんだけどこういうギアが1しかない場所の改善は、プランテは本来ゴールドにしか増えないしょぼめな改善なんだけど、元がギア1タイルだとギアが1個増えてくれるので22以上のタイルとなり、また快適性も追加で今ので手に入ったので改善してもいいタイルと思える。まあこれで高級資源は2個、しばらくは快適性は十分と言えるだろう。さて社会制度は本来生態解放する政治哲学を最速で取るのが普通だが、今回は黄金点も十分だし、何よりアクロポリス解放を急ぎたいので、終わる直前で切り替えて、メガワクバブースト使って終わらせる方法に変更。できればもう1ターンは早く気がついておきたかったね。なお第3都市の改善も追加の高級資源オレンジ、小麦のうちと、優秀なタイルが現時点で多い。重装歩兵を解放しておけば、森林、熱帯雨林問わず伐採ももう可能なので、ここからは首都に接する丘陵の伐採を事前にどこかに入れて、アクロの土地を開けておくと気が無駄にならなくていいかもしれないね。なお、第4、第5都市はちょっと川が遠いこともあり展開遅めなんだぜ。こればっかしは火山も多いマップを選んじゃったわけだし、致し方ないといえば致し方ない。しかし第4都市は正直馬の上でも良かったのに歩かせすぎである。古典時代に突入と同時に、労働者の数はかなり潤沢な状態でスタート。ここからはもう無限に伐採して特に熱帯雨林なんかは、人口も伸びるからじゃんじゃん切っても大丈夫。快適性確保それなりにしてあるししばらくはカットピングできるだろう。31ターン目、政治哲学と劇場解放の制度をすでに達成と社会制度の進みはいい。うまくブーストを使っていいタイミングで終わらせることができたね。なお31ターンで政治哲学と劇場まで解放できる文明なんてのは、トライアヌスローマとかでないとさすがに条件が揃わないと厳しいはず。うまく争点と模様総動員したおかげで解放が早く進んだんだぜ。なおワイルドにはお金稼いでも良いけど古典時代の巨術家5人を、できるだけ多く取りたいというのがここからの文化の伸びに影響してくる。まあ神相手に5人全員独占はさすがに無理と分かっているので、最低でも2人、できれば3人目標で確保していきたいな。ギリシャにとってアクロポリスは原則首都と隣接させるのは隣接ボーナスがうまいからだ。通常の劇場は隣接の確保が難しく、政府複合、娯楽区域、遺産くらいしかない。その点アクロポリスは区域隣接が 0.5 点から1点に上がり、都心は追加で1点。つまり都心もまた区域であるので、都心で1点、都心区域でもう1点と、首都に隣接させるだけで2点は絶対保証され、その後首都では政府複合、他の都市では小ハブやキャンパスでも隣接させれば、3点、4点くらいのアクロはいくらでも作っていけるはずだよ。どちらかというとアクロは固有区域なので早く立つんだけども、中身の円形が地味に重たくて、これを建てるのに苦労する方が、個人的には重たくてしんどい。でもギリシャ的には円形の代表団にも用事があるから、少しずつ中身も建てていかないとだぜ。ってことで鉱山のギアが1高まると低技術があると一段生産力が上がるのと、封建制度から労働者の改善回数を増やす濃度性を入れていけると、伐採改善がさらに加速していけるな。現時点で36ターンなんだけど、文化はさすがアクロがあるだけあり、すでに50を超えて都定と封建が40ターンより前には終わりそうだ。これは解放ペースとしてはなかなかにいいペースである反面、区域コストがその分どんどん上がっていってしまうので、第6都市を出す頃にはかなり苦戦してしまいそうだ。39ターン目に都定と封建が終わり、ここからは無限伐採鉱山開発がカッパエビ戦。地味にワイルドが多い分、都定なんかを入れやすいのもグッドなのよね。言い換えれば通常文明で途中濃度を抜かないといけない場面でも、ギリシャなら入れっぱなしにできる分適当に管理する意味でも楽だからな。そうこう言ってる間に一人目の巨術家を確保できた。で、古典時代の巨術家を急ぎたいのは結論安いからで、巨術ポイントたったの30で雇えるのはゲロ安。5人全員独占するとしても間に合うなら150ポイントでいい。これを逃すと次は75点、60点と倍以上になるため、いくら相手が神で初動がずるといえど、あと最低一人は確保したいもの。すでにフランスともう一人が一人ずつ取ってしまっているので、格安偉人はあと二人、プロジェクトを回したいが、5回改善できる労働者を先に出すのがさすがに先だろうから、ここは1ターンは主要3都市は一度我慢なんだぜ。それとは別に首都はギアがかなり高まってきているのもあり、3ターンで立つならとアルテミス神殿を建設開始、さらっと火山に巻き込まれても大丈夫とそっちに立てるんじゃねえ。区域や人口を燃やされると困るんだっぴ。さて2人目を確保したが、ギリギリ急げば3人目いけそうなので、第3、第4都市のプロジェクト回しに全てを一度託して祈り、他は巨術を入れる円形すらちょっと足りない感じなので、基礎生産の改善含めて基盤を整えていただこう。それとは別に、都市国家がなかなか見つからないな隊長。うん、できれば何でもいいから文化系の都市国家にまずは入れたい。円形
系にも追加の文化が獲得できるから相性がいいためだね。ただあまり放置しすぎも良くないぜ。マルチなら4人の視界がある分、まあ40ターンにもなれば文化都市の一つは見つかるはずだが、そこはシングルだからな、致し方ない。滑り込みセーフで無事3人目の確保が完了。この後も居術家などは早めに欲しいに越したことはないが、確保できても入れる場所が今はそこまでないので、お金くれる味方もいない分、全都市でプロジェクトガン回しにするわけにもいかずだ。そう、この悪路からガンガン立てるやり方は42ターンにしてすでに文化95と文化の伸びだけはえげつないのだが、小ハブを立てない分交易路が少なく稼ぎは少なくなる。したがって労働者やタイルを時折購入するのもここからはきつくなってくるので、お金ジャブジャブくれる味方でもいない限りは自前で小ハブ立てる必要がある。そうしないととりわけ新都市の開発が遅れるからね。なお小ハブは可能であれば劇場、あと通常の川にも隣接できれば小ハブとしても劇場の追加文化としても美味しいのでベストだ。アルテミス神殿が建設邪魔もなく終了して、首都の快適性は一時的にプラス7とぶっ飛びアテネとなっているんだぜ。さていい加減5都市は無理があるので、最低でも7都市、8都市とだんだん増やしていかねばならない。第1から第3都市で急速に開拓者生産。また第5都市では以前にも話したが大老団の獲得にも関係する外交外の建設。これを早めに建設して、文明として都市国家もより多く確保しているのを見せたい。神相手とはいえ都市国家の競り合いで負けるわけにはいかないからね。といい感じにのほほん内政をしていたところ、突然隣国コンゴが戦線復帰。わからんけど宗主国を地味に奪っていたことに腹を立てたのかもしれない。下にあるタルガって都市だな。だが正直このタルガが今後の手に渡っていたとすると、特に今から出そうとしている反乱元側の都市はろくな防御恩恵もなく破壊されてしまった可能性も高い。逆にタルガを抑えてしまえば、大和の今後で南からの攻撃はほぼ貫通できそうなんだぜ。戦争戦略上の早めのタルガ確保しておいてまさに正解だったという展開になったね。しかし北側は防衛が甘いのでミトラも確保しちゃって、万一の際は必ず役立つかはわからないが足しにはなってもらおう。開拓者の生産3体分が終了した後は、一応タルガ近くの道さえ守ればほぼ防衛できるので、それ用の馬を出したり、首都では政府複合の中身を立て、第8までの都市をどこに置こうか検討中。マジで給料がないところなので、このアホほど広い反乱源で頑張ってもらうほかない。エテメンは残ってないけども、モンサンミッシェルはさすがに取られてないから、総督の領徳見合わせて食料だけでなくギアも最低限確保して、遅れながらも主要な3都市に負けない化け物都市を作りたいところ。また一部は海都市なのでベテランを入れて交易路も増やしていきたい。余裕があれば兵営も立てて防御を整えたいが、本来文化勝利を目指すならば金がないので軍事ユニットを発行と内政が厳しくなる。できるだけユニットは最低限で、タルガには今後を抑え込んでほしいね。だいぶ設定が宗教都市のエレバンも確保。 AI は都市国家の確保が最初は内政が早い分確保が早いだけで、セル行為はしてくる時もあるけど、神といえ全員が得意なわけじゃない。マルチではいくらペリクレスでも確保できる都市国家は状況次第だが、3つ前後が限界だろうからバカみたいに確保できるのはシングル特有だね。51ターン目、さすが神だと時代も早いと中世黄金時代に突入。小ハブも少しずつ立ててはいるけど、数としては大したものではないので、引き続きペンフで継続で文化と地味にお金も入るので、こっちの方が都合がいい。先ほどよりガンガンは回してないが、中世以降の居術家も少しずつ確保している。でも隊長急がねえと神難易度だから、 AI たちもガンガン偉人をかっさらっているんだぜ。よく見るとギリシャのこれだけ早いペースにほぼ並んでいる文明がいるから、古典の居術においては一歩リードしたが、プロジェクトガン回ししないと置いてかれるぞ。でもお金と内政がズタボロになっちまうよ。神相手に何弱気になってるんだ、頑張って回せ。そう思って人などでは一部時折回しているんだけども、これだけでかい反乱源に遭うのは稀だし、モンサンミッシェル建てたいという欲には勝てず、また第二都市もマチュピチュがあともう少しで建てられるので待ってくれ。いやいや、マチュはいらなくないか。文化点数は十分稼げるだろ。ギリシャはもっともっと高めたいでござる。ならその分もっともっと労働者を攻めて作れでござる。それはおっしゃる通りな気がする。叙述の次となる芸術家を確保することに。ただいまちょうどヒューマニズムが終了したので美術館は無駄だぜ。こういう時に何でも入れられる。例えば早いものだとアパダーナイさん、こういうのは文化勝利目指すなら建設候補としてありなんだが、さすがに残ってないよな。ってことで芸術家は美術館に入れる必要があるので、これも結構建設大変なんだが、建ててどうにかはめることができたな。不定外とすでにパンパンなんだな。相当序盤カットんだ影響で、後から出た都市は区域と労働者コストの高さで正直苦戦中だからね。その後同盟を組めるようになってきているので、ローマ、フランスと文化、研究で適当に同盟を組んでいき、結局地形に阻まれ攻めきれない今後とも和平。ほぼ安心だったとはいえ、これで襲われる心配はなくなったね。文化勝利の足しになる印刷技術は居術の観光力を伸ばす内容だ。この印刷を確保する時期はほぼ居術で観光力を確保しているため、文化勝利においては早めの研究が必須となるものの一つだ。同時に解放される資金上もワイルド政策が増える内容で、重たいけど余裕があるなら使い道もある良さげな部類の遺産だからね。他の遺産が貧弱みたいじゃないか。いや、まあ遺産の建設費に合うほどの効果かと言われると、そうでないものもどうしても多いからね。では57ターン目、文化力が 199.3 とほぼ200という区切りをつけたところで、前半戦はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いするんだぜ。